こんにちは、細木かおりです。今日も YouTube チャンネル始めます。今日めっちゃシンプルですね。そうですこういう日もあるんです。あ、でもあれですね、かわいいアクセサリーを。そうですね、こちら。でもこれ18金なんですよ、ちゃんと18金で天然のストーンが6石入ってるんです。これはね、私がオリジナルで作った開運ブレスです。マジですかオリジナルそう、なんかオリジナルの商品なんかこうないかな、作れないかなと思ってて、でもすごいもうずっと考えてたんだけど、やっぱり本物志向でありたいんで、18金で本当の天然石で6つ石を入れて作れないかなと思って、そしてまあここに可愛くハートがあるんですけど、これからクリスマスシーズンとか、まあ、あとはお子さんの成人のプレゼントとか、何かこう記念になる時にプレゼントするのにいいかなと思って、私がオリジナルでデザインして、これから販売予定。皆さんにもやっぱりちょっとこういう私がデザインしたオリジナルの商品ないかなっていうお問い合わせとかもあったんで、これは間もなく販売されます。するんですね、販売。どこで買えばいいですか。これはどこだっけ、ネットサイトで売るのか、あホームページで買えるのかなそこはいいんですね。とりあえず作ったんですもんね、かおりさん。売ることはどう売るか分かってないけど、とにかく作るんですね、ちゃんと。そういや、それはだってほら、皆さんに喜んでもらいたいと思って作るまでは私やります。私販売事業じゃないから今日はですね、記念日にこだわる女、そしてそれを忘れる男、こちらのお話をしたいと思います。私記念日は大事にした方がいいと思ってますよ。私もどちらかというとそっち派です。家族の記念日だったりとか、夫婦での記念日だったりとか、それはコミュニケーションのツールにもなるので、とても大事に我が家もしてます。だけどたまにね、若い子なんかが1ヶ月記念日とか言うわけよ。付き合って1ヶ月記念日とか言うわけよ。そうすると年にさ12回は最低でもあるわけだよね。それプラスだよ、各誕生日とかさ、なんかあるわけじゃん。もっとひどいのはさ、キスした記念日とかさ、すごいいちいち細かく決める人いるよね。あれはちょっといかがなものかと思うんだけど、まあでもどちらかというとこの世の中は女の人がね、そういうことを覚えていて、男の人ってのはつい忘れちゃう。だから今日私誕生日だったのに、旦那から何も言ってもらえないな、プレゼントどころかおめでとうも言ってもらえないなとか、まあ、そういう人もやっぱりいるわけですよね。それはちょっと悲しいなとは思いつつ、でもやっぱり男と女っていうのはその考え方が違う。いつも言ってるみたいに、男女平等同権です。だけど質が違うっていうことを少し覚えておいた方がいい。まあ、旦那さんがお誕生日を忘れたからイコール私のことを愛してない、まあ、そういうふうにこうね結びつけちゃう女性がすごい多いんですけれども、まあ、そうじゃないということ、まあ、それはちょっと理解しておいた方がいいと思いますね。やっぱりね、男女が本当に分かり合うって難しいんですよ。同じ人間なんだけど考え方も違うし質も違うし、だからその2人がいくら同じ家庭にいて、結婚して夫婦であっても全く同じ考えを持って過ごすっていうのはすごく難しい。やっぱりそれを分からせようとかするがあまりにこう喧嘩してしまったり、なんで分かってくれないのっていう風になっちゃうので、そこはちょっとね、そういうものじゃないんだと、男と女はやはり同じ人間だけど違う部分があるんだっていう、どっかで自分で思っておけば腹が立つことも少なくなると思います。だからやっぱり男ってさ、なんかこう今やってること、今自分がこう集中してることが大事だったり、まあ特に仕事なんかがすごい忙しい人は、で結局それを言い訳に、家族を幸せにするためにとか、家族が安定して生活できるために俺はこれを頑張ってるから、その誕生日の日を忘れたとか言うんだよね。素直にただ謝ればいいのにただ忘れてごめんねとかって可愛く言えばいいのに、いろいろああだこうだね、言い訳を並べるから喧嘩になるわけですよね、うん、だからそれはお互いにね、思いやりを持って、素直に謝って、忘れちゃった時は素直に謝って、
でまた素直に謝ってくれたらそれをね女の人も素直に受けるっていうことね、それを覚えておいた方がいいと思いますね。じゃあ男は忘れるっていうことは忘れやすいんですか？ある。いやそれになんかね、私がもうこまめにあのプレゼントしたりとかまめにっていう方が怪しいと思うんだよね。そっちですか？うん。いや思わない？いやなんかまめにさ、なんかいや実はさ、うちもあったのよ。あの普通に自分が帰りが遅いからケーキを買ってくるとかさ、大体そういう時って怪しいんだよね。絶対自分が楽しんできた日なのよ。振り返ると。なんかすごい花が届くとかさ、それ他のお姉ちゃんにも花を送ってるでしょとか思うんだけど。いやいや本当だから私も本当花を送らないでくださいって言ったの、うちのパパに。言ったんですか？言った。だってもう、いやいやだってうちの場合はほら浮気があった時にさ、いろいろ調べて、あのお店の子にも花を送ったんだとかわかるじゃん。そうするとだからもう花見の腹立ってきて、私の誕生日には花は大丈夫ですって言って言ったことある。フラッシュバックするから。そうそう、思い出しちゃうじゃん。いやどこどこのさプレゼントした人のものとかが分かっちゃうと、それは私にもプレゼントされるとさ思い出しちゃうからね。だからもうプレゼントはじゃあ結構ですって言ってんの。で私の誕生日とか記念日はそうよくね、何ご主人に何もらったんですかとか、何プレゼントされたんですかって聞かれるんだけど、もうここ最近はうちあのプレゼントはやめてるんです。お互いに誕生日とか、まあ、そういう記念日とかっていうのは2人でゆっくり過ごすという時間、うん、だから一緒に旅行に行ったりとか、そういう時間を楽しむっていうことがこうプレゼントというか、まあ、そういう風にしてるんです。このものプレゼント制度をやめました。やっぱりねそれすごくいいなってここ最近は思ってますね。まあ、何も考えずゆっくり、まあ、例えば私の誕生日だったら私がしたいことを一緒にするとか、もう私がしたいことはもう朝から何にもしないで、とにかくそのホテルでもう全部部屋の中で住むように一日ゆっくり過ごすっていう、そのゆっくり何も考えないで子供もいない時間を夫婦だけで過ごすっていうのは、まあ、いろんなことを考えさせられたり、まあ、いろんな会話ができたり、いい時間ですよ。したいことが何もしないことなんですね。そうだってさ、家にいたら絶対何かほら掃除し始めちゃったり、ご飯作んなきゃいけなかったり、いろんなことが生まれるんだけど、例えばそういうホテルとか旅館とかでいたらもう上げ前整然出てくるし、掃除とかいろんなこと考えないでいいから、ちょっとこう日常から離れてその2人だけの時間をゆっくり過ごすっていうことができるんで、そういう時間を大事にしようっていうことで、プレゼント制度ではなくて、まあ、時間を一緒に楽しみましょうっていうことにしてます。これおすすめです。今日のお話いかがだったでしょうか。まあ、記念日というものは、まあ、大切にしないといけないとは思いますが、まあ、忘れてしまってもね、素直に謝ること、そして謝ってもらったらそれを素直に受けること、またこちらもね覚えておいていただけたらと思います。そしてぜひ YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。